田名人のマネージャー裏話。皆さんおはようございます。カルタクラブのなっちゃんです。この番組は競技カルタ名人川瀬正義のマネージャーなっちゃんが、名人がカルタで最高のパフォーマンスをするために、私がしている日々のサポートや考えていることを気ままにお話しする番組です。今日は7月の2日火曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。もう7月に入りましたね。あっという間早い。でも7月ね、最初のマネージャー裏話も元気よくいきましょう。はい、ね、元気よくいきたいんですけど、ですね、体がめっちゃしんどいです、今私。おめでとう。もうね、バッキバキに体が、眠いし、もう死にそう。死なないけど。というのもですね、先週末、6月の29日、30日で、カルタクラブ合宿がありました。はい、前回の放送でもね、私、言いましたかね。はい、場所は大見管楽館、大見神宮のところね。うん、部員が企画してくれて1泊2日のカルタ合宿をしてきました。個人戦だけじゃなくって寝る部屋をかけた男女のね、男女別の寝る部屋をかけた団体戦をしたりとか、あとカルタの MR 体験をしたりだとか、あと表彰があるハンデをつけた個人戦をしたりだとか、もうほんと盛りだくさんの2日間でした。早朝登山だけね、もともと計画されていたんですけど、天気がね、雨で中止になってしまったのが本当に心から残念でしたが、代わりにみんな0試合目をね、撮ってて、もう朝6時台だよ、信じられない。朝ごはん食べる前に、本当もう0試合目を撮っていて、うん、部員たちね、偉いなと思いました。はい、まあそんなこんなでカルタ漬けの2日間を皆さん過ごしたわけなんですけど、うん、そう、今日のテーマは合宿終了、部員に感謝を伝えたいけど体バッキバキでそれどころじゃないでお送りしていきますね。はい、で私はね、そんな中2試合だけ取らせていただきました。カルタ実に1年ぶりでした。え、たった2試合で体バッキバキですか？それ甘えちゃんとか言わないでね。もっと言わないで。うん、スタッフとして撮影とかしてたの。言い訳じゃないです。言い訳かもしれないですけど、言い訳じゃないです。はい、私撮影とかをしていて、で、あと1年ぶりだからさ、カルタ。うん、カルタ筋、まあ、カルタ使う時に使う筋肉とかがもうなくなっちゃっていて、もう今とにかく体がバッキバキなんです。まあ、甘えとか言うなし、甘えじゃない、もうバッキバキ、運ぶ荷物も重たかったんです。はい、でそう、とにかく今体がしんどいわけですよ。もう湿布ベタベタマンなんですけど、まあ、その2試合、はい、誰と取ったかというと小学生です。どちらもね、初心者の、指導戦をさせていただきました。すごいね、小2と小4だったんですけど、もう集中力がすごくて、暗記もバッチリだし、アドバイスもしっかり聞いてくれるし、もうほんと感心しました。尊敬、伸びしろしか感じないので、また練習頑張ってどんどん強くなってほしいですね。そして最終試合、川瀬名人対その小学生の2人で、ペアになってね、やったんですけど、もう2人ともとっても楽しそうで、もうハンデ戦で名人は確か左利きで、あと送り枚数とかもハンデがついていて、であとはその小学生の方はお手つきはノーカウントだったかな。はい、で札を取ったら名人の方をね、こうチラって見てドヤ顔とかする様子とか、もうキャッキャしてる様子とか本当に可愛くて、名人と取れて嬉しいし、で彼と楽しんでるんだなーっていうのが本当目の前から伝わってきて、うん、で子供たちに彼との楽しさを与えられていることも実感して、まあ、合宿
やってよかったなーって思いましたね。うん、しみじみ。そう、しんみりしているんですよ、今私、気持ち的にね。で、実は今回の合宿、過去最高人数、26名の部員が参加してくれました。これで、カルタクラブ合宿は4回目になるんですけど、どんどん規模が大きくなっていって、で、カルタクラブの成長っていうのも感じて、今すっごく感慨深い気分になっております。はい、こうやってね、カルタクラブが少しずつ大きく成長できているのも応援してくださる皆さんのおかげですし、部員の皆さんの支えがあってこそだなって本当に思っています。はい、で、今回は九州、あと北海道かな、なんならアメリカから、はい、部員が参加してくれました。改めて、今回の合宿来てくれた部員にお礼をさせてください。ありがとうございました。で、そして何より企画運営してくれた幹事さん、ありがとうございました。と、感謝の気持ちをもっと言いたいんですけど、本当につらつら言いたいんですけど、体がバッキバキなの、もう何もできない今日。無理、眠いし。なので、もう喋れないので、今日の放送はこれで終わりにしたいと思います。はい、で、あと、そう、この合宿の、感想、醍醐味になるのかな、これどうしても言いたいんですけど、今回の合宿初めて参加してくださる方も結構いらっしゃって、でいつもはこのテキストでやり取りしているんですよね。で、アイコンがあってみたいな感じで、お顔を見たことがないから、うん、でもそういった方と本当初めてお会いして、あ、テキストで今までお話ししてきた人がなんか画面から出てきたみたいな感じで、うん、それがすっごい嬉しかったです。そう、やっぱりオンラインでやってる分、リアルでお会いする機会ってほとんどないので、こういった、対面でお話ししたりとか、集まれるイベントとか、練習会とかって大事だなって改めて思いました。さて、次の合宿は、どこで開催されるのでしょうか。部員がね、企画してくれたら合宿やるっていう感じですので、部員の皆さん、次の企画よろしくお願いいたします。やっぱ体がね、ダメ、しんどい、無理なので、今日の放送はこれにて終了したいと思います。皆さんはこういった合宿の後とかってまともに動けますか？合宿終わりとか、あとね、めちゃめちゃいっぱい取る練習会とかあるじゃないですか。1日6試合とか7試合とか缶詰になって取るやつ。はい、その後って皆さん、真っ当な生活送れますか？朝起きれますか？次の日で学校行きますか？ちょっとね、皆さんどうなのか、聞かせてください。コメントレターかもらえると嬉しいです。それでは今日も皆さんに良い流れが来ますように。いってらっしゃい。